はい、えー、皆さんこんにちは、えー、私は伊藤塾司法書士試験科講師の関信敏と申しますよろしくお願いいたしますはい、えー、こちらはですね、はいえー、司法書士過去問向上委員会の第12話「定当権と寝定当権の違いを試験委員は理解しているのか不安になる」の回になりますで、まあ、今回はですね、まあ、あのタイトルからお分かりいただけるかと思うんですけれども えー、若干疑義があるような問題ですかね。えー、本試験の問題の中で若干疑義があるような問題を取り上げようかと、まあいうふうに思います。で、まあ試験委員の皆さんがですね、えー、定当権とね、定当権の違いを、まあ十分理解されていると、まあいうことはですね、まあ私としても、まあ十々承知しているわけなんですけれども、まあどうしてもですね、こう、引っ掛け的な問題を作ろうと思ってしまってってことなんですかね。 あの問題文に不正確な部分があったりするとで、まあ、受験生の皆さんがですね、まあ、それを本試験の問題だからということで一生懸命勉強されているわけで、まあ、その際にその不正確な記載によってですね、まあ、混乱が生じてしまうと、まあ、いうことがあってはいけないよなというふうに思いまして本日はそういったテーマを取り上げることにいたしました。 それではまず、えー、いつも通りですね、えー、ゲスト工場各問の方ですね、えー、ご紹介していきたいと思うんですけれども、本日は2問ですね、あるんですけれども、不動産統計法になります。えー、不動産統計法の平成12年第13問の足のうです。えー、こちら、あの、かっこ修正って書いておきましたが、 ええとですね、あの、申請情報とかですね、何々を称する情報っていうところが、まあ元の問題はですね、書面申請前提のまあ申請書とかなってたんですけれども、まあこの後に、まあ改正があってっていうこともありますし、まあもう一問取り上げる問題とちょっと表現合わせたいなと思いまして、まあそこの表現ですね、申請情報とか何々情報というところだけ、若干修正をさせていただきました。で、問題文読みたいと思いますが、 A 株式会社を債務者兼設定者とするネテ当権につき、同社の代表取締役 B が A 社の債務を引き受けた場合、B を債務者に追加する当期の申請情報と合わせて、A 株式会社の取締役会の承認を受けたことを承する情報を提供しなければならないと。まあ、いうことですね。 で、まあ、あれですよね。一見して、債務引き受けだなと、と、まあ、いうことなので、えー、まずは、はい。今回、ちょっと、定等権と値、ね、定等権と比較的な感じで進めていきたいと思うんですけれども、えー、債務引き受けのとの関係はどうだったかということですね。まあ、これ、A ランク知識だと思うんですけれども、 まず、まあ、定当権、あるいは、まあ、元本確定後のね、定当権も同じになりますが、えー、定当権についてはですね、これあの、随伴性がありますので、非担保債権について、債務引受けがされたとしてもですね、まあ、引き続き、その債務引受け後の債権そのままですね、えー、当該定当権によって担保されると、まあ、いうことになりますよね。 でそうすると、この場合、登記との関係はどうかということになりますと、えー、当該、定当権、あるいはまあ元本確定後の値、ね、定当権ということもあるかもしれませんが、えー、登記事項である債務者に変更があるということになりますので、えー、年月日債務引受け、これを登記原因とする、まあ、定当権、あるいは値、ね、定当権かもしれませんが、えー、変更登記を行うと、まあ、いうことになるなあと、まあ、いうことですよね。はい で、これに対して、じゃあ、元本確定前の値定当権はどうかと、まあ言うと、まあ本文がそれだと思うんですけれども、はい、えー、元本確定前の値定当権には随伴性がありませんから、そうするとですね、まあ当該値定当権の非担保債権の基準を一旦満たしていた債権であっても、まあその債権について債務引受けがされると、まあいうことになりますと、 この当該ネ抵当権の非担保債権を定める基準のうちの、まあ、債務者の項目を満たさなくなりますから、いいですかね。まあもともと、例えば、ネ、え、テ、ー、当権の債務者 A とされていて、で、その債権が債務者が A だったので、 えー、この寝定当権の非担保債権の基準を満たしていたと。まあいうような事案だったときに、えー、債務引き受けによって債務者が A から B に変わってしまえば、その寝定当権で担保される非担保債権は債務者 A ですので、えー、債務者の項目満たさなくなりますよね。で、そうすると、もはや当該債権は、その寝定当権では担保されなくなりますよ、と。まあそういう結論になりますよね。で、この場合、はい。当該寝定当権自体には全く 全く影響はありませんので、いいですよね。あの、あくまで生じている事柄というのは、えー、一旦その寝、ね、定当権の非担保債権の基準を満たす、 かに見えたその3件が、ま、元本確定前にですね、満たさなくなって、え、外に出てっちゃったと。この寝てい権で担保されなくなっちゃったと。まあ、いうだけなのであって、寝てい権そのものには全く影響はありませんよね。で、そうすると、えー、結論的には当該寝てい権何ら変化はないので、えー、登記事項は全く生じない。まあ、いうことでおしまい。まあ、いうことになるはずなんですね。で、そうすると、 先ほどの、はい、えー、過去問、もう一度見ていただきたいんですが、今度ちょっとアンダーラインを、二、え、箇、ー、所につけてるんですけれども、もう一度読みますよ。えー、A 株式会社を債務者権設定者とするネ定当権につき、同社の代表取締役 B が A 社の債務を引き受けた場合と、 で、あ、まあ、一応念のため言っときますが、この問題、ま、寝定当件としか書いてなくてですね、えっ、ー、と、元本確定の前後は、明記はされてなかったんですけれども、まあ、あの、まあ、明記はすべきだとは思うんですね、本来はね。まあ、ただ、あの、明記されてなかった場合は、まあ、当然、 寝定当権と定当権比較したときにね、えー、寝定当権、やっぱり元本確定前のところに特徴があるからこそ、あえて定当権ではなくて寝定当権に,について聞いてるんでしょうから、まあ一応元本確定前の寝定当権なんだろうと、まあいうふうにまあ判断することになると思うんですね。で、そうだとすると、これ、債務引受けが行われても、登記事項は生じないよなと。で、そうすると、その後にですね、 引き続き、まあ、B を債務者に追加する登記の申請情報と合わせて、うん、ぬん、と、まあ、いうことが書いてあるんですけれども、その時点でですね、いやいや、債務引き受けが行われてもですね、えー、登記事項は生じませんよと、当然のように B を債務者に追加する登記をしないでくださいよと、もうその時点で、ここの部分でもうすでに誤りだと、まあ、いうふうに、まあ、判断するのが、まあ、普通じゃないかと、まあ、いう感じなんです。 ですよね。で、ところが、まあ、この後、まあ、B を債務者に追加する登記の申請情報と合わせて、A 株式会社の取締役会の承認を受けたことを承する情報を提供しなければならないっていう足なんですけれども、これは実際のところですね、生後どうだったかっていうと、まあ、どうやら正しいという足の趣旨で取材されてると、まあ、いうことみたいなんですよね。で、まあ、本当に、あの、まあ、 私の周りの受験生の皆さんが本当にちゃんとされてる方が多いので、まあ今のような疑問、質問をですね、私に持ってくることが多いわけなんですよね。で、そうすると、あもうこの問題、言葉足らずだよね、ということで、まあ説明せざるを得ないということになるわけなんですね。で、これ本来あるべき問題文としてはどうだったかっていうと、おそらくこれが正しいになるためにはですね、 この、えー、アンダーライン、まあ、一応分かりにくいかもしれないですけど、二つつけてるんですけど、この間のところにですね、こういう文章が入ってないといけなかったということだと思うんですね。すなわち、まあ、えっ、ー、と、B が A 社の債務を引き受けたっていうだけじゃなくて、まあ、それを引き金としてですね、 A 社とネテー権者の間で、まあ、当該ネテー権についての債務者変更契約をしたと。まあ、要するに、当該ネテー権の債務者に B を追加しますよと。まあ、そういう契約をしたんだと。で、その契約に基づく B を債務者に追加するとですね。まあ、これの申請をするんだっていうことだったとすればですね、その申請情報と合わせて、 株式会社の取締役会の承認を受けたことを承する情報を提供しなければならない。まあ、これ正しいでいいですよね。はい。で、まあ、あの、このね、<laughs> えー、え、赤字で書いた文章、これが間に入ってればということなんですね。で、まあ、どうしてこれ入ってないのか。 ってことなんですけれども、まあ確かにこの赤字の文章がもしこの問題文に入ってたとするとですね、まあ答えが見え見えになってしまうわけですよね。新たに債務者に B を付け加える、まあ、債務者変更契約をしてるわけだから、そりゃ利益が相反するだろう。えー、見え見えになってしまうと。だからそこをあえて隠すために、そこの文言を まあ、あえて外したということなんだと思うんですけれども、いやいや、それはまずいでしょうと。で、まあ、あの、皆さん、あの、くれぐれもですね。 えー、押さえておいていただきたい事柄としてはですね、まあ、基本的に問題文に書いてない事実は付け加えてはいけないんですね。で、付け加えたら、まあ、むしろ問題、えー、間違ってしまうと。まあ、いうのが、ま、原則だと。まあ、いうふうに思ってください。だから、くれぐれも勝手に、え、問題文にない事実、皆さん付け加えて解かないようにと。まあ、いうふうにしてほしいんだけれども、ことこの問題についてはですね、付け加えないと、えー、結論が、ま、間違ってしまうと。まあ、いうことになるよう はい。で、えー、まあ、えっ、ー、と、今、その債務者変更契約という話が出てきましたので、まあ、そちらについても一応まとめておきたいと思うんですけれども、まあ、これも英ク知識だと思うんですが、えー、まあ、やはり、定等権、あるいは元本確定後の値定当等権との比較で説明したいと思いますが、あのー、低等権とかですね、元本確定後の値定当等権は、 特定の債権ですね。これを担保するものですよね。まあ、従って、その債権の債務者が誰なのかっていうこととは別に、まあ、債務者という、まあ、その、ねて、定当権とかね抵当権の債務者っていうことだけを変更するということは、まあ、当然できないですよね。あの、その非担保債権の債務者が、すなわち、まあ、定当権の債務者なのだと、まあ、いうことになります。 で、これに対して、元本確定前のネテ当権はですね、えー、個々の債権とのまあ結びつきはありませんので、えー、まあすなわち不特定の債権を担保するという状態になっておりますので、まあ、当該ネテ当権の非担保債権を定める基準の一つである債務者の項目ですね。まあ、これを変更契約、ネテトー当権変更契約ですけれども、これによって変更することが可能ですよと、まあ、いうことなんですよね。で、この場合、 はい。えー、まあ、寝て当権の債務者という項目が変わりますので、えー、年月日変更を登記原因とする、まあ、寝て当権変更登記を行う、まあ、いうことになります。 あの、ここにも書きました通り、あの、登記原因としての変更、年月日変更における変更は、これ、債務者変更契約、まあ、変更契約のことを指してますからね。これは、あの、ぜひ、ちょっとこの機会に、あの、意識していただきたいんですけれども、あの、変更登記っていう時の変更と、それから、登記原因としての変更、年月日変更ですね。これは、あの、意味が違いますので、まあ、ぜひ、ここのところを区別してくださいね。あの、登記の種類としての変更は、ええー、まあ、当然、その、 登記原因が何であるか例えば相続とかであっても、まあ、変更登記っていうことになりますけれども、えー、登記原因としての変更ですね。年月日変更っていうのは、これはあくまで、まあ、変更契約によって変更する場合のみですので、あのー、まあ、売買契約を登記原因としたときに、年月日売買って書いて、書いていて、えー、まあ、契約っていうのは省略しますよね。まあ、それと同じなんですね。年月日変更っていうのは実は、 年月日変更契約っていう、そういう意味なんですよ。まあ、いうことなので、まあ、そこのところぜひ、あの、この機会にね、ちょっと意識をしていただければ、と、まあ、いうふうに思います。で、これについて、本文の事案についてですね、当てはめるとどうなるかと言いますと、はい。えー、これ、当該ね、定当権の非担保債権の基準の一つである、その債務者の項目に代表取締役 B を追加すると。で、そうするとですね、 はい。えー、それまで当該ネテ当権では担保されなかった B を債務者とする債権ですね。まあ、これまでは、えー、まあ、会社だけが債務者。会社を債務者とする債権だけを担保していたのに、えー、今後この変更によって、 えー、B を債務者とする債権もこの値テ当統権で担保すると、まあ、いうことになるわけですね。まあ、新たな債権が担保されることになると、まあ、いうことなんで、そうするとですね、不動産の所有者である A 株式会社と、まあ、当該、まあ、代表取締役である B ですね、との間の利益相反取引になる、したがって、えー、取締役会による承認が必要だな、まあ、いう結論になりますよね。はい。いいでしょうかね。 あの、くれぐれも意識していただきたいのは、この元本確定前のネ抵当権についてはですね、特定の債権について債務引き受けが行われるということからと、当該ネ抵当権について債務者変更契約を締結するということからこれは全く別のこと柄なわけですよね。で、そうすると、えー、今、債務引き受けによって、えー、このネ抵当権で担保されなくなると、まあ、いうことになる債権をですね、えー、この債務者変更 契約を締結することによって新たに担保させると、まあ、いうことなので、ああ、やっぱりそのこと自体は会社にとって不利益だな、まあ、利益が相反するなと、まあ、いうことですね、えー。気づいていただければというふうに思うんですね。はい。まあしたがって、まあ、先ほどのこの、えっ、ー、と、一つ目の格問なんですけれども、まあ一応、先ほどの文章が入っていればってことなんでしょうけれども、まあ一応正しいと、まあ、いうことになるかと思います。はい。 で、そしてですね、えっ、ー、と、まあ、似たような話の逆パターンの問題があったので、もう一問ですね。はい。えー、ゲスト工場各問丸二と、まあ、いうことで、えー、ご紹介をしておきたいと思うんですけれども、今度は不動産登記法の平成18年第22問の足の位になります。えー、読みますと、高株式会社の債務を担保するため、 公株式会社所有の不動産に定当権を設定しその旨の登記がされている場合において債務者を高株式会社の代表取締役である A に変更する定当権の変更の登記を申請するときは登記原因について高株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要すると。 で、まあ、この問題、まあ、先ほどの問題ほどではないんですけれども、やっぱりちょっと不正確な感じがするんですよね。あの、登記原因、あるいは実態関係が全く書いてないんですよね。で、なんとなく真ん中辺のところですかね、債務者を公株式会社の代表お取締役である A に変更するっていきなり書いてあるので、そうすると勢い、これ低等権ですからね、えー、非担保債権の、えー、その、 まあ、担保する特定の債権の債務者とは別に、独立して債務者だけ変更するってことはできないはずなのに、なんかあたかもう債務者の項目だけを変更しているかのように、ちょっと見えるなってことなんですね。で、これも、まあ、本来は、この、え真ん中のあたりにですね、え高株式会社の債務を代表取締役 A が引き受けたことによると、まあ、おそらく債務引き受けとかの事案を想定していると思いますので、 はい。この債務引き受けをしたことによる債務者を、高株式会社の代表取締役である A に変更する、提督権の変更の登記と。まあいうふうに、まあ記載すべきだったんじゃないのかな、ということなんですね。で、そうだとするとですね、はい。まあこれ、あの、えー、高株式会社の債務をですね、 はい。えが引き受けるっていうことですから、えー、これ、あの、会社にとって利益にこそなれ不利益ということはないですよね。まあ、従って、取締役会の承認は必要がないので、えー、答えは誤りと、まあ、いうことになります。えー、これもやはりですね、この真ん中のあたりに、まあ、 債務を引き受けたことによると、まあ、いうことが本来は入ってるべき問題なのではないかと。で、ただ、まあ、これもですね、まあ、試験委員のあの気持ちはわかるんですね。えー、これ債務を引き受けたことによるって書いてしまったらですね、答えが見え見えになっちゃうじゃないかと、まあ、いうことなんだと思うんですよ。でも、 もう一度言わせていただきますが、そのような引っ掛けのために不正確な問題文を作っちゃダメですよね。見え見えになるのは、それは事実関係を適切に伝えるためにはもう仕方がないことなのであって、引、まあ、っ掛けのためだからといって不正確な問題を作るのは、まあよろしくないというふうに思いますよね。はい。で、えー、ちょっと最後にですね、あの、この点について、まああの、 まあ、よく見るって書いちゃったんですけど、時々見かける表がありまして、まあ、低等権と値定等権の比較の表なんですけれども、で、債務者を会社から代表取締役に変更する場合と、逆に、えー、代表取締役から会社に、まあ、債務を変更する場合に、えー、取締役会の承認が必要だったかっていう、そういう表なんですね。で、 これについて、抵当権の方ですね。えー、債務者を代表取締役にすることについては承認が不要だけれども、えー、債務者を会社にすることについては承認が必要だなと。で、それに対して、値抵当権の場合は、 会社、債務者を代表取締役にする方については承認が必要なのに対し、えー、債務者を会社にする方については承認が不要だ。まあちょうど定当権とね定当権で逆になる的な図ということだと思うんですね。で、しかし、この図、まあ明らかに別の事柄をですね、同じことのように並べて比較してしまっ っていてまあ、ちょっとと不正確だよなというふうに思うわけで,す、ねで、まあ、あの、もしかするとですね、この、まあ、問題作った試験員の方もこういう表を見てですね、勉強された方が作っちゃったっていうことなのかっていう気すらすると、まあ、いう感じなんですね。あの、何が言いたいかというと、ここでいう定当権のところの承認不要必要っていうのは、これあくまで、 当権の非担保債権についてこ債務引き受けが行われていてその債務引き受けについて。 えー、もと会社が債務者だったのを代表取締役にするんだったら、えー、承認は不要ですよと。で、それに対して代表取締役が債務者だった債務を、えー、会社が債務引き受けすると、えー。会社にとって不利益ですからね。その場合には承認が必要ですよまあそういう話なんですよね。で、これはあの、全く同じパラレルに債務引き受けっていうことを考えたら、まあ寝定当権の場合も債務引き受けについて、まあ代表取締役が債務引き受けるんだったら承認不要 だし、まあ、会社が債務引き受けだったら承認必要で、同じになるわけですよねでただ、その場合、先ほどもやりましたように、寝定当権の場合はですね、単に、債務が、この寝定当権で担保されなくなるっていうだけですので、まあ、登記との関係で言うと、まあ、共に登記は不要という結論になると、まあ、いうことなんですね。これ、あの、債務引き受けっていう意味でパラレルに考えるんだったら、まあ、こういう表になるはずなんですね。で、それに対して、 えー、この一番下の,その先ほど言いました、ね、寝て当権について承認必要とか不要とかっていうのは、これ、債務引受とは全く別の事柄である、債務者変更契約ですね。で債務者変更契約によって え、そのねて当権で担保される債権の基準のうち、まあ、債務者が誰かということについて、まあ、代表取締役の債務を担保しますよっていうふうに変更するんであれば、これ、えー、承認が必要だと、まあ、いうことになるのに対して、えー、会社、 が債務者である債務を担保するというふうにするのであれば、まあこれ会社にとって利益にしかなりませんからね。まあ、だから、えー、取締役会の承認は不要だ。まあそういう話なんですよね。で、なので、まあこの、まあ表ですね、こういう表、まあ時々見かけるんじゃないかと思うんですけれども、まあくれぐれもう中身ですね、ちょっとズレがあるなと、まあいうところを注意をしていただければと思います。で、最後にもう一点だけ。 はい。えー、そうするとですね、取締役会の承認が必要なのは、左下のところですね、えー、寝定当権において、債務者変更契約で、債務者を代表取締役にする場合っていうのと、それから、 えっと、右上ですね。定当権の場合で、えー、まあ、代表取締役の債務を会社が債務引き受けするという場合ですね。で、この二つが、えー、取締役会の承認が必要ということなんですが、じゃあ、当挙を申請する際に、取締役会議事録の添付が必要かというとですね、これはあの、左下の方ですね。 この、寝定当権の債務者変更契約の場合は、取締役会議事録の添付必要ということになります。これ、寝定当権の中身が変わるわけですかね。まあ、寝定当権の側で、非担保債権の基準を定めているんですが、その基準の一つである債務者を変更する。すなわち、寝定当権自体が変わるということになりますので、そのことについて、取締役会議事録ですね。これの添付が必要だなということになるんですが、 右上の方ですね、低等権の非担保債権の債務引き受けが行われた。この場合、実態上はですね、取締会の承認必要なんですけれども、これはあの、登記申請する際の、えー、取締会議事録の添付ですね、これは不要と、まあいうふうにされてますので、注意をしてください。で、あのー、まあ、先ほどから申し上げている通りですね、低等権の方はですね、あくまで非担保債権の債務者が誰か、 っていうことを登記してるんですよね。あの、低当権の方で債務者を決めてるわけではないんですね。すなわち、あくまでですね、えっ、ー、と、債務引受けによって、債務者が変わったことによって、まあ、間接的にですね、ま、低当権についても影響を受けて、まあ、債務者を変更する登記をしていると。だけれども、あくまで取締役会の承認というのは、 前提となるですね、その債務引き受けについて要求されているわけだから、まあ一応添付書類としては取締役会議事録は、まではつけなくていいですよと、まあいうこととされていると、まあいうことです。はい。えっ、ー、と、まあですね、あのー、 試験委員の皆さんはですね、ぜひですね、あの、まあ、その試験で、ま、引っ掛けをするとかっていう、まあ、そういうのも、ま、もちろん、必要なのかもしれないんですけれども、まあ、くれぐれもですね、えー、過去問というのは、まあ、今後受験生の皆さんがですね、えー、試験に合格するために、勉強するための、その素材になるわけですから、えー、今後新たな、まあ、受験生の勉強の素材になるんだっていうこともですね、まあ、ぜひ、 深く認識して問題文を作ってほしいというふうに思います。はい。それでは本日の過去問工場委員会は以上で終了いたします。次回もぜひお楽しみに。